皆さんこんにちは。それでは第7次の高松市総合計画のキックオフ会議ということで始めさせていただきたいと思います。先ほどのイメージ映像を見ていただきましたけれども、 BGM は黒川秘書課長の手作りだそうでございますけれども、そのような自分たちの手で新しい総合計画を皆さん一生懸命いろいろ議論しながら作り上げていただければというふうに思っております。新しい総合計画の策定にあたりまして、私の所信の一端を申し述べまして、本計画が本市におきます総合的計画的なまちづくり、また市政運営の基本方針となりますよう、職員の皆様と共に一緒になって策定してまいりたいというふうに考えております。皆様方のご協力と、さらなる創意工夫並びにご努力をよろしくお願いしたいと存じます。まず総合計画でございますけれども、本市では昭和48年に高松市総合計画を策定をいたしております。それから5次にわたる改定を経まして、現在令和5年度、来年度ですね、来年度までを計画期間とする第6次総合計画が動いているところでございます。これに基づきまして、活力にあふれ創造性豊かな瀬戸の都高松というテーマのもとに、その実現に向けて各施策事業を展開しておるところでございます。令和2年3月には人口ビジョンを策定をいたしております。本市の目指すべき将来人口を2060年に、自然体でいきますと34万人ぐらいなんですが、これを38万人程度を目指すとしておるところでございます。この人口減少、少子超高齢社会の本格化の進行によりまして、市民生活や社会経済活動、また地域社会の維持などに大きな影響を与える、この人口減少問題というのが、やはり基本的な一番大きな我々としての問題ではないかなというふうに考えております。また人口減少等によりまして、拡散した市街地の都市機能の維持でありますとか、あるいは空き家の増加による住環境の悪化、また担い手不足による地域コミュニティや産業の衰退など、さまざまな分野で弊害も生じてきておるところでございます。次期計画におきましても、この人口減少、先ほども言いましたが、人口減少問題、人口規模の維持といったことが大きな政策目標となるというものでございます。一方で、度重なります自然災害の発生、また新型コロナウイルス感染症の感染拡大などを背景にいたしまして、先が見通せない社会情勢ともなっております。人々の暮らしといった意味でも、今まで以上に不安定になるかもしれないという恐れもあるわけでございます。とりわけ今、対応に追われておりますけれども、新型コロナウイルス感染症は、未だ収束の見通しが立っていないところでございます。市民生活や地域経済の幅広い分野におきまして、ライフスタイルや価値観を大きく変容をさせています。また、高度情報化社会の急速な進展によるデジタル技術を活用したまちづくりの重要性が高まってきております。さらには脱炭素、グリーンインフラに対する人々の意識の変化、また産業構造や働き方の多様化など、我々を取り巻く環境はこれまでにないスピードで大きく変化しようともしておるところでございます。このような複雑化、高度化する地域課題、行政課題に的確に対応しながら、市民一人一人が自分らしく心豊かな暮らしを実感でき、また将来世代にも責任の持てる持続可能なまちづくりを着実に推進するために、新たな目標と発展の方向性を定め、新しいまちづくりと市政運営の基本方針ということで、この新しい総合計画といったものを策定していこうとするものでございます。また新しい総合計画を策定していく上で、これまでのまちづくりの取り組みをさまざまな角度から検証し、市民ニーズや社会情勢の変化に対応したものとしていくため、これからお話をしていきます。計画づくりの考え方と、まちづくりの基本的な考え方、これをしっかりとそれぞれ認識をしていただきたいと存じます。まず、計画づくりの考え方でございます。その1点目は、地域資源を活用し、個性を創造する計画でございます。都市の活力を維持していくために、先ほど映像で見ましたような自然、歴史、文化など魅力ある地域資源を活用して、新たな個性を創造しながら高松らしさを発揮する計画といたしたいと存じます。
2点目は市民に身近で分かりやすい計画でございます。総合計画は市政運営の指針であります。まちづくりの方向性などを市民と共有するためのものでありますので、できうる限りシンプルな構成や表記とすることで市民が理解しやすく賛同できる計画にしてまいりたいと存じます。3点目は柔軟性を備え機動性の高い計画でございます。計画と実態が乖離をし、計画の意義や実効性が損なわれるということが往々に生じます。そのようなことのないように社会情勢の変化に柔軟に対応して有効な対応策を機動的に実行することができる計画としたいと存じます。4点目は組織分野を横断的に取り組む計画でございます。複雑化高度化する地域課題、行政課題に対応するため、真に必要な政策を組織や分野を超えて横断的に取り組むことができる計画といたします。5点目は戦略性の高い計画でございます。真に市民が求めているニーズを満たすとともに、将来にわたって発展し持続可能なまちづくりを推進するために、優先度の高い施策の集中化重点化の指針となる戦略性の高い計画を作ります。次に、まちづくりの基本的な考え方を述べたいと存じます。1点目は、持続可能なまちづくりでございます。人口減少、少子超高齢社会におきましても、将来にわたり活力を失わず、将来にわたっても住み続けられる持続可能なまちづくりを目指すものとします。2点目は、選ばれるまちづくりです。誰もが住み続けたい、住んでみたい、訪れたいと思える街を形成し、魅力のある選ばれる街づくりを目指すものといたします。3点目が、協働による街づくりでございます。誰もが役割と生きがいを持って活躍できる社会を実現するため、地域コミュニティを軸とした協働、協力しながら働くですが、協働による街づくりを目指すものといたします。4点目は、安全で安心して暮らせるまちづくりです。自然災害への備えや、新たな感染症への備えなど、生命と財産を脅かすさまざまなリスクの回避を図り、安全で安心して暮らすことのできるまちづくりを目指すものといたします。5点目は、健やかで心豊かに暮らせるまちづくりです。地域共生社会を構築することで、さまざまな課題を支え合いながら解決し、誰もが住み慣れた地域で健やかで心豊かに暮らせるまちづくりを目指すものといたします。6点目は、デジタル技術の活用による新たな価値を創出するまちづくりです。誰もがその利便性を享受できるデジタル田園都市のモデルとなるデジタル技術の活用による新たな価値を創出するまちづくりを目指すものといたします。7点目は、人がつながり創造拠点都市として輝くまちづくりです。官民、市民等がお互いにつながることで、まち全体がネットワーク化し、新たな成長や仕組みを創造するなど、創造拠点都市として輝き続けられるまちづくりを目指すものといたします。先ほども言いましたが、昨今の急激な社会情勢の変化により、複雑化、高度化する地域課題、または行政課題に的確に対応し、持続可能なまちづくりを着実に推進していくためには、職員の皆さん一人一人が本市のまちづくりについて真剣に考え、また熱意と創意工夫により、多くの市民の皆様が高松市に住んでよかった、良い町だと誇りに思える町づくりに取り組んでいくことが何よりも重要であると考えております。皆さんには活力にあふれ創造性豊かな瀬戸の都高松のさらなる進化を実現するために、柔軟で斬新な発想で新しい総合計画の策定に総力を挙げて取り組んでいただきたいと存じます。以上で私のキックオフ会議としての開会のご挨拶とさせていただきます。どうか皆さん一丸となって取り組んでいただきますようお願いを申し上げます。以上でございます。